沖縄県の北大東島に防衛省が航空自衛隊の移動式3次元レーダーの配備計画を進めているんだって。中国の脅威がすぐそこまで迫っている状況だし、どんどん進めていってほしいものだな。今回はそんな北大東村へのレーダー配備計画について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。大東諸島の北大東島は沖縄県の最東端、沖縄本島の東約 340km の太平洋上にあるんだ。そこに、空自の航空警戒管制団の移動式警戒3次元レーダーの配備計画を防衛省が検討していることが公表されたよ。防衛省は2024年6月27日に北大東村側に正式に計画を説明し、7月上旬にも北大東村での住民説明会を開催する方針を固めたと報じたね。木原防衛省は6月25日の記者会見で、北大東村に航空自衛隊の移動式警戒管制レーダーと運用部隊を配備する必要性についての質問に近年、我が国周辺の海空域でロシアや中国など周辺国が軍事活動を拡大している状況で、太平洋側の警戒監視体制強化は喫緊の課題との認識を示し、太平洋側への移動式警戒管制レーダーの配備が重要であると述べたみたい。北大東島に配備されるのは、航空自衛隊が1992年平成4年から運用している NEC 製の移動式3次元レーダー JTPS-102 と思われるね。この JTPS-102 にはシリンドリカルアクティブフェイズドアレイアンテナが採用され、監視装置中継装置統制装置で構成されているらしい。この全方位行革電子操作方式レーダーによって、従来の移動レーダーより目標の捕捉及び追尾能力、さらには帯電子対策 ECCM 製が大幅に向上したようだな。また、航空自衛隊の防空式管制システムである自動警戒管制組織 BADGE との自動連接が可能で、悪天候の影響を受けにくい構造とみられ、さらに発射する電波には人体への影響はないと確認されているぜ。空自ではこの JTPS-102 を北海道千歳基地の北部航空警戒管制団第1移動警戒隊、埼玉県入間基地の中部航空警戒管制団第2移動警戒隊、福岡県春日基地の西部航空警戒管制団第3移動警戒隊の3カ所に配備しているよ。その他には沖縄県の那覇基地に南西航空警戒管制団第4移動警戒隊、与那国島の与那国駐屯地に第53警戒隊与那国分遣班に配備しているから、北大東島へ配備されれば国内で6カ所目、沖縄県では3カ所目の配備になる計算だね。2024年6月時点では、大東諸島内には自衛隊施設はなく、そのため、沖縄防衛局が北大東島の北東部と南部の村有地を約8ヘクタールほど取得し、台車や火薬庫の整備を検討しているとされ、移動式警戒管制レーダーの配備に伴って自衛隊員約30人が常駐する予定と言われているよ。北大東島は住民が住む南大東島及び無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島とともに大東諸島と呼ばれる島嶼群を形成しているんだ。約100万年前から20万年前に珊瑚礁の数回の隆起によって形成され、その珊瑚礁の厚みは数百メートルから数千メートルとも言われているな。それぞれの島には鍾乳洞が点在し、地質学的に見て中国大陸や日本列島とは一度も繋がったことがないため多くの固有生物が生息し、ザトウクジラの越冬地としても知られているぜ。北大東島と南大東島の全域は、国指定大東諸島鳥獣保護区気象鳥獣生息地に指定され、面積は4251ヘクタール特別保護地区は234ヘクタールとなっており、指定の理由は2頭が大東オオコウモリや大東のスリなどの固有種固有亜種の生息地であること、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっているわけで、貴重な自然の残る島と言えるな。一番大きい南大東島の面積は約 30.6 平方メートルで人口は約1300人。移動式レーダーが配置される北大東島は約 12.71 平方メートルで人口約600人ほどだから、30人以上の自衛隊員が常駐すれば北大東島にとって過去にない人口増加になるだろうね。2013年10月時点では、
日本本土からも沖縄本島からも遠く離れている大東諸島には南大東島、北大東島それぞれに県立病院附属診療所と村立の歯科診療所はあったんだけど、診療所では治療が難しい重症患者が発生した場合、沖縄本島に急患輸送を行うことになっていたよ。大東島に定期便を飛ばしている琉球エアーコミューターのスケジュールに間に合えば、この機体に常時1席確保してある村長席を利用して搬送できるんだって。しかし、それ以外の場合、県知事を通じて沖縄本島の陸上自衛隊第15旅団第15ヘリコプター対那覇飛行場駐屯に災害派遣要請を行い、LR に連絡偵察機もしくは UH-60JA ヘリコプターを沖縄本島から派遣して緊急搬送ということになるわけだ。そのため搬送にはかなりの時間がかかっていたぜ。しかし、移動警戒隊が配備されればヘリコプターが常駐するから、緊急搬送の時間を半分以下に短縮可能と見られるため、北大東村議会は2021年12月、自衛隊誘致を求める意見書を全会一致で可決したよ。これを受けて防衛省は地元の理解が得やすいと判断し、翌年から現地調査を進め移動警戒隊の配備に適していると判断を下ろしたんだ。ここ数年、大東諸島がある西太平洋は、大型正規空母の収益による沿岸海軍地域海軍から外洋海軍への変身を果たした中国海軍の進出頻度が上がり、2016年には空母遼寧が初めて南西諸島を越えて周辺海域で艦載機乗り発艦訓練などを行って以来、山東などの空母艦隊の進出が相次いでいるよね。中国はこれまで東アジア地域に展開しているアメリカ軍に対する防衛線である第一列島線沖縄本島など西南諸島や先島諸島を結ぶラインの外側で、グアムや横須賀基地を拠点として進出してくるアメリカ海軍を迎え撃つ方針だったと思われていたんだ。しかし、外洋海軍としての戦力が整いつつあるため、伊豆諸島と小笠原諸島そしてマリアナ諸島を結ぶ第二列島線の間の西太平洋で迎撃する方針に転換したという意味ではないかとの見方が出ているみたい。もし西太平洋でアメリカ海軍と中国海軍が衝突した場合、自衛隊にはこの海域での早期警戒用レーダー施設などがないため、情報収集に困難をきたす可能性が高いとされ、以前から大東諸島の重要性が指摘されていたということだな。沖縄県では在日アメリカ軍基地の沖縄県内移設に反対し、在沖縄アメリカ海兵隊の沖縄県外移転を要求しているグループが、アメリカ軍だけでなく、国土を防衛するための自衛隊基地の拡張にまで反対運動を展開しているという見方をする人も多いわけだ。日本政府はこれまで防衛を在日アメリカ軍に頼っていたものを、自衛隊体制の強化により自力での防衛を目指す方針を立てたよ。そして中国の軍事的台頭を理由に2010年平成22年の防衛計画大綱で同諸島への部隊配備増強計画を明記し、与那国島の陸上自衛隊駐屯地をはじめとして宮古島や石垣島、鹿児島県の奄美大島などへミサイル部隊などの新編移駐を進めてきたんだ。こういった動きに対して基地反対派は島が武装すれば敵に攻撃されるという理論を掲げ、アメリカ軍基地や自衛隊基地があるから中国が攻めてくるとして、基地の存在が中国の侵略を招くと主張しているな。個人的感想だが、これは納得できる主張と感じるが、中国の南シナ海における強引な海洋進出を見れば、基地の存在など関係なく中国は欲しいものは力ずくで取る国家だから、ネット上などでは沖縄に基地がなければ確かに沖縄県人の血が流されることはないだろうが、南西諸島は中国に占領され編入されるだろうと批判する声も多いらしい。北大東村の鬼塚村長は、誘致意見書を提出した当時の副村長で、誘致推進派だった前村長の路線を引き継ぐ形で就任した人物だね。政府は地元の理解を得るには問題ないと安心しているようだけど、沖縄県内の基地反対派がどう動くのか、先回りして心配している向きも多いみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。